12年前、近所の社の祭りで、ひよこ釣ったんだわ。体が歪んでて、ちっと、きけえ、すまんな、が入ってた。それでも、懸命に、俺の後ついてくる姿がいじらしくて、さんざっぱら可愛がって甘やかして育てた。俺が学校から帰ってくると、すぐに、膝の上乗ってきてさ、うとうとしだすんだよな。でもな、寿命ってあるんだよな。どんな奴にもさ、冷たくなってくあいつ抱えて、すっげえ泣いたよ。でも、月日が流れると忘れるんだよな。忙しさなんかに負けて。その頃、仕事で散々悩んでて、精神的に切羽詰まってた。限界が来ていたんだと思う。ある日、熱出して寝込んでいたら、胸の上に軽い重みがかかってさ。それと同時に、ぺったりと何かが喉にへばりつくんだよ。瞬間思い出せた。あいつの重みと土坂の感触。甘えるように、いつも、そうやって、俺の上に乗ってきていた奴の重みが。変わってるだろ？涙が止まらなかった。そんなに心配かけてたのかと思うと、俺は思い切って転職した。今、別の会社で頑張ってる。多分に厳格だと思う。結構熱が高かったから。それでも、俺はもう忘れない。変わり種の相棒のことだけは、